もし私たちが木星に落ちたらどんな体験をすると思いますか？2020年ジュノーという探査機が木星の調査を進めていて新たな発見がありました。その新発見をもとに最新の木星ダイビングを検証してみたいと思います。まず木星に落ちるには木星に行かないといけません。それはどんな旅になると思いますか？これまで人が行った最も遠い場所は月ですが、片道約4日かかりました。4日なら熱湯していればあっという間に到着しそうですよね。ある程度のスペースがあればそこそこ快適に過ごせそうです。月までの旅行費用は1人約80億円以上と予想されています。では木星までは何日ぐらいかかるのでしょうか。これまでの木星探査記録を見てみましょう。2020年までに9機の探査機が木星を訪れています。この数は外惑星の中で最多です。最も多く訪れた理由は木星が外惑星ミッションのスイングバイを担っているからです。燃料を節約して土星よりも遠い惑星に行くには木星に行かなければならないのです。太陽の引力を振り切るために木星の引力を使うのです。では各探査機は何日ぐらいかけて木星に到着したのでしょうか。最初の木星探査機はパイオニア10号です。打ち上げから約1年9ヶ月をかけて木星に至り太陽系外に向かいました。かかった費用は160億円、現在の貨幣価値で400億円です。機体質量は 258kg なので1kg あたり6000万円かかっています。これは金の約9倍の値段になります。ちなみに新車最高価格はブガッティ・ラ・ボワチュール・ノワールで約20億円です。 1kg あたり100万円になります。2番目の木星探査機はパイオニア11号で約1年8ヶ月かかりました。ボイジャー計画では2機の探査機が打ち上げられました。ボイジャー1号は約1年6ヶ月、ボイジャー2号は約1年10ヶ月で両方スイングバイです。費用はともに約264億円、現在の貨幣価値で約660億円です。機体質量 722kg、1kg あたり約2億円かかっています。ちなみに最高級プライベートジェットの一つ、ガルフストリーム G700 は約80億円で 1kg あたり約300万円になります。5番目のユリシーズは約1年4ヶ月でスイングバイです。ユリシーズは太陽調査の探査機です。人類はこれまで太陽の赤道付近からしか観測できませんでした。これは地球が太陽の赤道面付近を公転しているからです。地球の公転軌道から太陽の北極や南極を通る太陽周回軌道に探査機を直接投入するには大型のロケットが必要で莫大な費用がかかります。そこで木星のスイングバイを応用して行動面離脱を行いました。これまでのスイングバイは同一平面内の2次元アシストでしたが、大きく角度を変えての3次元アシストを成功させました。その結果人類は初めて太陽の北極圏と南極圏の観測に成功したのです。6番目のカッシーニは約2年8ヶ月でスイングバイです。7番目のニューホライズンズは約13ヶ月でスイングバイです。これは史上最短です。ここまで7つの探査機の木星スイングバイまでの期間を見てきました。木星をスイングバイするには片道2年弱必要です。では木星で泊まるには片道何年かかるのでしょう。泊まるのはスイングバイに比べて難易度が上がります。木星で泊まった探査機は2機です。ガリレオは約6年をかけて最初の木星を回る人工衛星になりました。ジュノーは約5年です。過去の無人探査機の記録では木星で泊まるには5、6年かかっています。では有人宇宙船で木星に行くには何日くらいかかるのでしょう。ある試算によると片道3年から5年です。短くなっているのはロケットの推力を上げているためだと思います。快適な住環境と娯楽と好きな仕事があるなら6年以上の旅行になりますが、皆さんは行ってみたいですか？なんやかんやで3年以上をかけて木星に近づいてきたとします。巨大な木星を目前にした時一体何を感じるのでしょうか。木星近郊には高エネルギーの放射線が溢れています。太陽系の惑星の中でずば抜けて強い磁場が太陽からの可燃粒子などを捉えて加速しているのです。ここは太陽系の中で太陽に次いで2番目に危険な環境です。衛星の硫黄上で1日36シーベルトの被曝量です。これはどの程度危険なのでしょうか。短期間に放射線を浴びた場合、2シーベルトで倦怠感と睾丸不妊、3シーベルトで発熱、出血、脱毛、子宮不妊、4シーベルトで吐き気が起きて死亡率 50%、5シーベルトで数日以内に死ぬ可能性あり、10シーベルトで1、2週間でほとんど死亡、50シーベルトで照射部壊死、100シーベルトで即死です。つまり、イオで数時間過ごしただけで取り返しのつかないダメージを受け、出血、脱毛し、嘔吐の末に死亡します。防護服を着たら放射線を防ぐことができるのでしょうか。答えはノーです。放
放射線の多くは防護服どころか宇宙船の外壁を簡単に通過してきます。高速で極小の見えない弾丸が全方位から降り注ぎ、体が見えない傷でズタズタにされます。傷の数が少なければ修復が間に合いますが、多い場合は体が崩れます。地球上では1日約 0.007 ミリシーベルトの放射線を受けています。イオでは36シーベルトなので約500万倍の放射線を受けることになります。この放射線を防ぐには巨大な放射線防護壁が必要です。防護壁作成は技術的には可能かもしれませんが、費用と時間がかかりすぎるので近い将来の実現は難しいでしょう。将来技術革新が進み、木星大気のヘリウム3の需要が上がったとします。私たちは新型の宇宙船を開発し、木星の大気上層に到着しました。その時何らかのトラブルであなたのシャトルが降下し始めました。シャトルは時速約18万キロメートルに達し、前方の大気を圧縮します。その結果1万5000度 C 以上の超高温が発生します。太陽の表面温度が 6000 度 C なので、これがとてつもない温度であることがわかります。この熱により、機体自体も数千度になります。降下から約 250km でアンモニアの雲に到着します。ここでは時速 480km の暴風が吹き荒れています。地球の台風と比較すると、木星の嵐の異常さがわかります。気温はマイナス 150 度 C です。アンモニアの雲と水が混ざり合って小さな雷が発生しています。降下から約 300km では場所によっては水の雲の嵐があります。そこでは地球の1000倍規模の巨大な雷が発生しています。 690km まで降下すると気圧は地球の1000倍以上になります。これは地球で最も深いマリアナ海溝最深部の圧力に匹敵します。降下開始から12時間が経過しました。激しい嵐に振り回されて、よくて船酔い、運が悪いと亡くなっているかもしれません。視界ゼロ、通信もできません。さらに落下します。4000km まで落下すると温度が 3000 度 C を超えます。これはほぼ全ての金属が溶ける温度です。大気圏突入の高温に耐えたシャトルはこの温度にも耐えてくれるとします。さらに落下すると太陽表面温度の 6000 度 C を超え、地球上の20万倍超の圧力になっていきます。ここでは水素は圧縮され、金属水素の海が現れ始めます。そしてさらに落下すると木星直径の半分近くに達する低密度のコアに達します。木星には地球のような水素やヘリウムより重い重元素の固体コアはありません。その理由は未解明ですが、誕生したての木星と海王星サイズの惑星が正面衝突をした結果、木星のコアが破壊され拡散し、それが46億年以上続いているという説が有力視されています。この時点のシャトルは2万度以上の高温により普通は溶けてしまいます。もし高温と高圧に耐えたなら、重力と浮力が釣り合う時点で止まってしまうか、あるいはコアの対流があるなら流されます。木星のコアは調査が始まったところなので、正解はまだわかりません。そして機体の修理ができたなら、きっと木星を脱出できるでしょう。視界がゼロなのに加えて、激しい嵐、高温、高圧の極限環境のため、木星はあまり観光向きではないことが分かりました。それでは木星の衛星はどんなところなのでしょうか。木星の衛星は2019年までに79個発見されています。これは土星の82個に次いで太陽系で2番目の多さです。今後観測技術が発達すれば、さらに多くの衛星が発見されると予測されています。すべての衛星を観光するのは大変なので、特に大きな4つの衛星に行ってみましょう。この4つの衛星はガリレオ・ガリレイによって発見されたので、ガリレオ衛星と呼ばれています。衛星の名称は、木星イコール、ユーピテルイコール、ゼウスに付き従っていることから、ゼウスの愛人、被害者のイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストとなりました。まずは最も木星に近いイオに行ってみましょう。木星とイオの距離は約35万キロメートルです。これは地球と月の距離に近い値です。月から見た地球に対し、イオから見た木星は大迫力ですね。イオと月はほぼ同じ大きさですが、その性質は大きく異なります。イオの地表は活火山だらけで、加えて100以上の山もあります。これらの山のいくつかはエベレストよりも高いです。イオの表面に明確な衝突クレーターは見られません。火山噴出物と溶岩流によって鳴らされてしまいます。地表の色は黄、赤、白、黒、緑が混ざり合っています。この色彩は硫黄と硫黄化合物によって生み出されています。カラフルな色彩と噴火する火山と高い山々、空に浮かぶ巨大な木星、これがイオの風景です。しかし、この風景をのんびり眺めることはできません。1日36シーベルトの放射線により、
防護壁がないと死んでしまうからです。次の衛星エウロパに行ってみましょう。エウロパは氷と海の衛星です。地球の北極のように全面を厚い氷に覆われていて、表面温度はマイナス160度 C から220度 C です。ちなみに南極の冬の平均気温はマイナス20度 C で、最低気温はマイナス 89.2 度 C です。エベレストの最低気温はマイナス40度 C です。エウロパは太陽系の天体で最も滑らかな表面を持っています。大きな山やクレーターはほとんどありません。表面の線模様は木星や衛星の重力でエウロパが伸縮した際に氷が割れ、その隙間に水が入り込みできたものです。薄い黄色の部分は塩分が強い放射線で変色したと考えられています。このことからエウロパには強い放射線と塩があることがわかります。実際にエウロパ表面の1日の放射線量は 5.4 シーベルトで、人間に重大な疾患や死をもたらす水準です。エウロパの強い放射線は恐ろしいですが、夜には表面の氷を輝かせている可能性があります。2025年のエウロパクリッパーによる調査が楽しみですね。恐ろしくて幻想的な風景を見ることができるかもしれません。強い放射線から逃れるため、氷を数キロ掘り、エウロパの海に侵入してみましょう。氷の下の海は深さ 100km 以上で、地球の海の 2、3倍の体積があるという説を支持する学者が多いです。ここの放射線量は低いので安心して活動することができます。エウロパの海は地球の海同様に塩辛いことが予想されていて、生物がいるかもしれません。早速探してみましょう。エウロパでの海中探査に飽きたら、次はガニメデに向かいましょう。ガニメデは太陽系最大の衛星で、水星よりも大きいです。岩石と水、氷が半々なので、軽いですが、表面は明るい領域と暗い領域に分かれていて、明るい領域は溝と尾根が広がっていて、暗い領域は衝突クレーターで飽和しています。1日の放射線量は 0.08 シーベルトで、年間だと 29.2 シーベルトです。原子力発電所で働く人の被曝限度が5年で 0.1 シーベルトなので、年間 29.2 シーベルトがとても危険な値であることがわかります。対策なしでは短期間で体調を崩し、運が悪いと亡くなってしまいます。ガニメデもエウロパ同様、厚い氷の下に海があると予想されています。最後はカリストに行ってみましょう。カリストも表面はエウロパやガニメデ同様、氷で覆われていますが、全面にクレーターが多く残っています。これはカリストが他の3衛星と違い、活動的ではないことを示しています。汚れた氷とクレーターの世界、それがカリストです。カリストは表面放射線量が低く、地質も安定しているので、木星近郊では比較的過ごしやすいです。観光や探索の楽しみはあまりないかもしれませんが、拠点にするにはいい場所です。そして、長い木星滞在が終わりました。地球に帰りましょう。